携われた音関係でこう印象的なものとかってありますか？ナインディ自分が作った中では、はい、そうですね、スタートーンとかが結構悩みましたかね。スタートーンっていうのは本当にゲームの一番最初の、はい、そこまでの FF って、うん、ファミコンの時は普通に決定音だったりとか、はい、7の時もそうだったのかな、はい、8の時とかもあったんですけど、結構なんか伝統的にこうちょっと音が上がる感じ、はい、テリリリンみたいな、はいはい、上がる感じがあったんですけど、9ではデモループでこうキャラの紹介とかあって、はい、曲がずっとかかってるんですけれども、まあ、結構寂しい感じ、はい、あとまあスタートした時にいきなり、まあ、ちょっと嵐のシーンから始まるんですけど、はい、まあ、そういうちょっと不穏なとこもあって、はい、そこら辺をバランス取って結構重い音にしちゃったんですね、はい、暗い音というかドーンみたいな、それでガラスが割れるみたいな感じのキラキラしたのでちょっとやってみたんですけど、まあ、そこに行くまでやっぱこれでいいのかなみたいな感じで、うん、悩んだりもしたんですけど、やっぱりそこの前後の、ゲーム性考えてそういうことにしてみましたなるほど、そのオープニングとゲーム本編の間になる音ですもんね。そうですね、これから始める初めての音なんですけど、すいません、改めてと言いますか、ここで謝罪させていただきたいなと思ったのは、すいません、ものすごくボタン連打してました正直右手でボタン連打しながら左手で飲み物用意とかしてたりとか、ね、はい、始まるやすいません。このインタビューを通して音って気にならないことが大事っておっしゃる方が結構いらっしゃって、そうですね、本当にゲームにおいてはこう縁の下の力持ちというか世界観を演出する一部だと思いますね。街の雑踏だったりとか、まあ、バトル中になる音とかも、まあ、やっぱりそれはバトル音とか街のフィールド音とかを聞かれた後に制作されるんですか？ああ、もう本当同時なんですけど、まあ、曲できてから変えたりすることもありますね。ああ、なるほど、はい、音ぶつかっちゃってるとか、ちょっとメロディー入っちゃってるやつが、はい、まあ、BGM のメロディーと被っちゃうっていう場合は、まあ、SE の方変えたり。あ、はい、伊勢さんが譲るパターンが多いんですか？そうですね、やっぱりもう曲そこを損なうわけにはいかないんで、はい、この雑踏を聴かせたいから BGM の方変えてくれみたいなのないんですか？あ、それないですね。さすがにないですか、はい、それかもう鳴らさないとかそういう感じですよね。ああ、はい、もう作ったのとフィットしなければっていう、はいはい、ここはもう雑踏だけでいいじゃんみたいな。ああ、なるほどなるほど、そういう感じですね。音の方をっていうんですね、はい、曲は一旦止めてみたいな、はい、でまた復活みたいな、はい、そういうのをみんなで考えながらやってますね。そうなんですね、はい。